はい、えー、こんにちは。即果塾の久保です、えー。そうですね。人生の充実度って、何をもってなすのかって本当、ほんと、様々あるんですよね。仕事に打ち込めて、すごく嬉しいなとかね、楽しいなっていうこともあると思いますし、それから、あライフイベントね、自分の生活スタイルが、自分の求めてるものにすごく近い、もしくは近くなっていくっていうことに対して、充実度や幸福度を感じるってこともあると思います。良くないのは、仕事につけ、自分のプライベートな人生につけ、 家族がいるとかいないとかにつけですね自分の望まない人生を自分は今日も送らねばならないっていう風なこの自責の念っていうかね悔しさとともに生きてるっていうことが私はね幸せから離れている状態かなと思うんですよで私の場合は今こうやって日々自由な時間を持つことができてそして自分の自由意志を最大限優先することができてで家族をね抱えていても家族が負担になってないわけですよむしろ 俺の家族になれてよかったろって気持ちを毎日するわけなんですよね。うん、これはね、本当に偉そうに言うわけじゃなくって、ああ、本当にいい環境を周りの人に与えられてるなって思うことなんですよ。で、これは誰と比較してとか、世界で何番目ってことではありません。そもそも、幸せって比較ものするものじゃないじゃないですか。なんかね、よく世界一幸せって言葉がありますけども、そんなのはまあね、言葉としてはあるんでしょうけども、 誰と比べて自分の幸せが勝っているとか劣っているってものはないわけですよ。あくまでも自分一人の世界でそう感じるものであると思うんですよね。まあ、そうなった時に望んでいることが達成できないとか求めているものが手に入らないのかっていうのは幸せから離れている状態だと思うんですよ。例えば今日もね朝7時になりましたけどもあと1時間したら仕事に行かなくてはならないっていう気持ちでこの7時を過ごすのかそれとも 今日はあ自分のペースでまた一日過ごせるなと思いながら、まあのんびりとした余裕を持った気持ちで過ごせるのかね。で、暇だからちょっと街でも見に行こうかとか、あの田んぼでも走ってみようかとかね。それこそ今日私はあのキックボクシングの試合の練習があるわけですけども、それもストレスなく参加できて、それが終わった後は心ゆくまであのお風呂に入ることもできるし、な、ま、ん、あ、だったらね、回転寿司食べに行ってもいいわけですよ。こういういうに そんなに大贅沢をしてるわけではないんだけども、だけども自由な時間と自由なお金を自分の、ね、欲望の消化できる範囲で手に入ってると。もちろん私はベントレーが欲しいとかね、高級車を乗り回したいとか別に思わないわけですよ。車庫には100万円で買ったセルシオのなんか20年落ちの車があってね。で、えっ、ー、と、子供の頃憧れたナイトライダーがフルレプリカで車庫にあって。 それから家族のために移動のために使ったベルファイアのこれ15年落ちのやつがあってそれでいいわけなんですよでもこのまあ言ってみればボロい車だって3台4台維持しようと思ったら簡単にね100万とか200万かかってくるわけですよね年間にだけどもそれはなんとかなる範囲なんですよ私の場合はだから年間に1000万とか2000万とか3000万とか使うっていうせ世界には私は言ってませんけどもでも あの言ってみればね私51 0今1歳なんですけども同じような年代でこれだけあったらまあ家族は養えるだろうなっていうものをなんか労働なしに得てるっていうのは、うん、私の幸せの源泉ではあると思うんですよでここまでをまとめるとやっぱりね、あのー、どの瞬間を切り取っても自分のほぼ望み通りにことが進んでるっていうところが、まあ、いい人生なんだろうなと思います、うん、ただやっぱり私はね会社員として50代ののどっかの 幹部社員としてのそのそ人生はなかったんで半沢直樹とかを見るとね、うん、ああこういう人生も良かったなとかね下町ロケットを見ながらああこういったエンジニアになるのもかっこよかったかもしんないなみたいに思うんですけどもまあそれは今言っても仕方がないことじゃないですか、うん、だから別の人生でもそれぞれの充実度ってのは求められたでしょうけども私の場合は組織を離れて自分一人でやっていくことそしてそういうのに物おじしない人を家族に迎えることができたこと。 ね、やっぱり私みたいな人生に付き合おうと思う女性だって好きな少ないと思いますんでね、うん、それはまあありがたいことだなと思いますしでそれから私のところに生まれた子供もね今もう3歳とか4歳ですけども、うん、どんなものが与えれるのかなと少なくとも会社員として働くお父さん以上の選択肢を与えていきたいなってちょっと思うわけなんですよね人と比較するわけじゃないって言ってもやっぱりそういうところは出てくるわけなんですけども、うん、まあでも本当私はねあの 家族の変化と子供の成長をもうほぼ24時間見ることができてまあ嬉しいなと思いますよねで別に家族がいなくたって自分の姿をしっかりと意識しながらうんなんか喜ぶことができるっていうんですかね自分の人生を喜ぶことができるっていうのは、うん、人生の充実度に関わると思うんですよねまあそ,その根底にはやっぱり時間とお金がないとどうしようもないじゃないですか 時間とお金ってったってね、別に途方もないような時間とか、途方もない時間、あのお金が必要だったわけじゃないでしょう。年間で、例えばね、800万がコンスタントに入ってくるぐらいでいいよっていうふうな人結構いると思うんですよ。割とね、それでも自由度広がると思いますから。で、無労働で800万、どうですかね。無労働で800万。そこそこいけるんじゃないですか。で、それは手に入る範囲なんですよ。実はね。え特に今回 FX みたいなものを、 私に任せていただければ、ついてこれるんだったら全員をこの暮らしに誘うことができますんで、そんなに難しいことじゃないですからね。うん、そんなことできるのかっていうふうに思う人がいるかもしれませんけども、あの、FX で年間800万前後の利益を出す。これそんな難しいことじゃないですよ。別にこれがね、3000万とかになってくると難しいんですよ。2000万、3000万になってくると、ちょっと私もね、あのー、 二千万三千万の年収が FX 欲しいんですって言われても、いや、ちょっとそこまでは約束できないなーって話になりますけども、まあ、八百万とかだったら、ああ、それは大丈夫大丈夫って話になりますよ。<laughs> うん。まあ、ですねでこれからもね、えいろいろと FX に限らず頑張っていただきたいと思いますし、自分の人生をどうしたいかってことをまず自分で決めなければ、私も応援のしようがありませんから。なんとなく稼ぎたいっていう人は、これ持たないですから、そのモチベーションは。だから明確に何をするためにお金が必要なんだっていうふうに、うん やっぱり自分の中で決めていかないとねあの後押しのしようがありませんので、うん、家族にもっと楽をさせたいとかね金銭的に自由になってあの自分の人生に時間を使っていきたいとかね、うん、なんか具体的になればなるほどいいです一戸建てを持ちたいとかなんかねそういうのがないですかね、はい、あればもっといいと思いますそれじゃあお疲れ様です